水野忠氏1月5日から1929年4月30日は、日本の家族、政治家。貴族院の院内会派、研究会の幹部で、加藤孔明内閣の陸軍政務次官。水野宗家第18代当主。旧キ新シングル藩主、水野忠氏三木の逸尾。養夫は、旧与之家の水野忠愛。妻は、旧藩主、水野忠の 教育調査会会員、臨時教育会議員、学習院御用係、鉄道会議臨時議員などを歴任した。1879年1月5日、旧紀伊新宮藩藩主、水野忠三紀の逸夫として、東京府で生まれる。1884年10月に、水野宗家第17代当主、水野忠愛の養子子となって、同年12月に家督を相続する。 1903年、東京帝国大学法科大学卒業。1904年7月10日の第3回白紙男爵議員選挙で初当選を果たし、貴族院議員に就任して、研究会に所属する。大正期に入ると、青木信光と共に研究会の指導的な立場に立ち、従来の研究会の基本方針であった、朝鮮主義を否定して、 立憲声優会の現内閣に接近。1920年6月30日に貴族院議員を辞職するが、1922年10月21日の補欠選挙で再選した。翌1923年4月に研究会を離脱して、新和会に参加し、機能停止に陥っていた新和会内部をまとめて、同年7月には研究会に合流させた。 第2次、山本内閣総辞職後は、清浦慶吾の首相擁立工作に加担して、清浦内閣成立の功労者となり、組閣参謀として活躍した。第二次五県運動で、清浦内閣と研究会が批判の矢面に立たされると、清浦を見限って五県参謀に接近して、帰属院。 特に研究会に反対派の多い普通選挙法を成立させる代わりに研究会へのポスト提供を要求した。新首相の加藤孔明はこれに応じ、水野は自ら陸軍政務次官となった。貴族院と政府、政党のパイプ役を務めて、貴族院の作詞と目されたが、1929年4月30日に50歳で休止した。同日付で、 君一等随法賞を受賞。家督は、長男の勝つが継いだ。ありがとうございます。